はい、第2スタジオに、ゲストをお迎えしています。本日東証マザーズに新規上場しましたインバウンドテック証券コード7031の代表取締役社長執行役員東間大さんにおいでいただきました。東間さん、おめでとうございます。どうもありがとうございます。もう発熱つきましたね。はい、公開価格5700円に対して7300円の発熱、1600円ほど高いところで始まってもう商いが進んでいます。どんなお気持ちですか？そうですね、私ども、上場してですね、やっとか、株価がついたところで少し実感が出てきたといいますか、はい、光栄なことだと思っておりますし、実感がついたというところでございます。ああ、そうですか。上場のスタートを切りましたインバウンドテック、一体どんな会社なのかご紹介いただきたいと思います。まず会社概要、そして事業内容のご説明いただきたいと思います。はい、かしこまりました。それではですね、私株式会社インバウンドテック代表の東間でございます。よろしくお願いいたします。設立が2015年4月でございまして、こちら6期目に入っています。本社は新宿で130名ほど、事業はマルチリンガルセールスアウトソーシングの2つというところになっております。で、弊社の事業の概要なんですけれども、2つ事業セグメントございまして、こちらコールセンターのものと、あと営業のアウトソーシングということなんですけれども、ここにですね、私どもの場合はこれが一体化した事業になっております。で、多言語の対応、特に私どもの一番の特徴である24時間365日の多言語の対応およびカスタマーサービスですね、コールセンター業務、あるいはいわゆるそのチャット等のデジタルの対応およびセールスアウトソーシングということで、営業機能を備えた24時間365日の多言語サービスというのが私どもの事業の概要でございます。で、セグメントの一つ目の方のマルチリンガル CRM ですが、私どもですね、先ほどから申し上げているような多言語のコンタクトセンター、こちらに関してはですね、上場会社でですね、これを主たるその事業ドメインに定めて展開している上場会社というのは現時点ではございません。で、したがってですね、私ども在留外国人だったり、本日外国人の言語コミュニケーションにフォーカスしております。で、私どもの社名からですね、インバウンドテックなんで、いわゆるその、訪日の、観光客のビジネスをしてるんじゃないかというのもよくご質問いただくんですが、現在コロナ禍でですね、マーケットがそこはなかなか厳しい状況下で大丈夫っていうような話をよく伺います。 ですが、私どものメインはですね、どちらかというと公共のインフラおよび在留の外国人です。で、こちらをご覧いただけるようにですね、例えば公共インフラで言えば省庁ですね、あと消防局は例えば、いわゆるその救急車のサポートだったり、あるいは航空会社の窓口、高速道路、こういったところでの在留外国人向けのサポートをやっております。で、あと電力会社であったりとか不動産、病院の窓口等々の、生活に密着したところのサポートが主たるお客様になっています。で、もちろんそうは言っても居酒屋のチェーンだったりとか民泊、レンタカーといったような訪日外国人向けのサービスも行っていると、こういう状況でございます。で、もう一つのセグメントであるセールスのアウトソースなんですが、こちらの方もですね、主たるお客様のターゲットは一緒です。なので、インフラ系の商材が多くて、電力であったりインターネット、電話回線といったような、生活密着型のサービスのところの販売サポートを行うと。で、この販売サポートを行うことによって、受付の部分をマルチリンガルの方で受けて、で、最終的には多言語でサポートするということによって、一連のビジネスが一体化すると、こういうモデルを展開しております。で、セールスアウトソーシングって何だっていう話をいろいろ伺うので、少し図解をしています。で、こちらはですね、一般的にはマス広告とかウェブでのリードと言われるものを、取って、そこから、CRM を使った上でアポイントのを行うと。で、問い合わせ管理、あとクロージングというような、いわゆるそのセールスをしますと。ただ我々の場合はそこのセールスをした上で、そこの受付でさらに多言語化というところが、ワンセットの事業になっているというのが、非常に強みになっています。はい、で、業績の方のお話もさらに進めていただきたいと思います。グラフを持ってきていただきました。はい、過去これが5期間の実績と今期の上半期の実績になってますね。はい、左側が売上高、そして右側が営業利益率となってますか。はい、売上の方は順調に拡大しています。はい、営業利益もですね、前期は過去最高になったようですね。今期もかなり高い伸びになってます。どこでしょうか、現状。
例えばコロナ禍のですね、今年は前半が皆さんどこの会社もそうですけども、コロナでちょっと苦しめられたというような状況にありましたけど、御社の状況は。はい、弊社の方もですね、コロナの影響が全くないということではありません。ただですね、先ほど申し上げたように、いわゆるインバウンド訪日の観光客のお客様というのは非常に実は少ないものですから、影響、事業に関する影響はほぼないという状態にあります。で、一方で、一部そのセールスアウトソーシングの方が、コロナ禍で、コストの方が少し下がったという、活動が止まったことによって、コストが下がったことによって、ちょっと利益の方はむしろ逆に出ているという状況にあります。なので、このグラフをご覧いただけると、特に営業利益のところなんですが、昨年が2億1000万で、過去最高益ですと。で、今年、半年終わってですね、すでに1億6000万円まで利益が積んでいるという状況でございます。で、後半戦もちろん、これから積んでいくんですけども、順調に伸びているというところなので、おそらくはですね、これよりは行くんだろうと、こういう状況にございます。分かりました。順調に推移しているというところですね。そしてですね、御社のビジネスモデルの強み、特徴をお話しいただけますか。はい、やはりですね、分かりやすい特徴は24時間365日の多言語のセンター、はい、これは非常に誰が聞いても分かりやすいというところです。で、ただ、モデル的な本質の強みはですね、そこを、インフラの産業のところにフォーカスをしていますと。例えば電力であったりとか、例えば 5G、 今であれば 5G であったりとか、いわゆるその生活に密着した主要商材のところに、販売の方から入り、いわゆる受付の窓口を行い、さらにそれを多言語、マルチリンガルで多言語化するというような、ワンセットのビジネスモデルで収益の拡大のシナジーを、生んでいますと。で、ここが、マルチリンガルのところはですね、実際のところ市場に我々以外にですね、強力なプレイヤーというのは、現時点においては存在しませんので、ここが、サービス展開のための一番の強みになります。マルチリンガル CRM、 これが一番強いところだ、ということですね。はい、分かりました。で、さらに今後の展開ですね、どんなふうに、構想なさってるか、そうですね、ご紹介いただけますか。はい、ありがとうございます。私どもとしてはですね、まず非常に社員が少ない会社なんです。総合社員でいうと30名程度でやっておりますので、実際のところほとんどお客様 の引き合わせによるものがほとんどですので、ここは営業体制を強化したいと。で、あとは人員ですね、の方の取引機会をやっていくためにもですね、少し広告であったりとか、ブランディングなんかも強くしたいというのが一つ目の展開です。はい。で、2つ目の展開はですね、そうは言っても、今、非常にコロナ、多くの方が罹患している中ではありますけれども、いつか必ず戻ってくるであろうというマーケットでもありますので、その戻ってくるタイミングに合わせて、私ども今 AI での通訳システムもご提供しているんですけれども、それの、一部その専用端末のようなものを、検討しています。で、専用端末と、あとそれを、コストを下げるための、通訳のマッチングのプラットフォームの方の今設計に入っていまして、いざそれが戻ってきた時には我々が市場で、そういったものを、強く出していくというような準備に入っています。で、3つ目がですね、今非常に利益率の高い事業でもありますセールスのアウトソーシング、いわゆるそのインフラ生活産業の、営業サポートになりますけれども、こちらの方の、提携の強化ですね、サービスパイプラインを増やす。で、あと、今どんどんお話をいただいているのがやはりその 5G ですね。やっぱり菅政権になってですね、携帯電話 その乗り換えであったりとかコストを下げるということがどんどん出てますので、こういったところの、同じモデルを横展開しようというのが、今我々の、3つの戦略でございます。わかりました。そしてさらにですね、今後の成長イメージをグラフ化、図になったものがあります。これをご紹介いただきましょうか。はい。で、成長イメージとしてはですね、先ほど申し上げた3つの戦略で、コンサル営業の強化、あとコンシューマー向けサービスの展開、インフラセールスの取り扱いを推進というところで、私どもとしてはですね、いわゆるそのストックビジネスであるマルチリンガルの CRM、 これは大過負荷なものなものですから、どんどん増やしていくと。で、ここを、サブスクリプションの形で、どんどん増やしていって、でセールスアウトソーシングはそのためのきっかけの部分ですね、入り口の部分としてセールスアウトソーシングをやっていくというモデルを考えています。なので、今期、過去多分最高益でいけるとは思っていますけれども、さらにそのストックの部分を厚くしていくというのが戦略になります。2つの事業は本当に相乗効果を発揮するという、そういうパターンなんですね。おっしゃる通りです。コロナにつきましては
国内でもワクチンの接種がだんだん日程に上ってきているようですし、来年はオリンピックやらないといけませんからね、はい、その意味ではそのコロナのポストコロナといいますか、はい、やっぱりまたもう一度インバウンドが大きな課題になってくるという、そういう、そうですね。であと、まあ、在留の外国人の方もどんどんその今増えておりますんで、まあ、はい、少子高齢化の中で人数を増やしていく中で我々のようなビジネスというのは、うん、必要不可欠なインフラになっていくだろうというふうには考えております、うん、ああそういうですか、わかりました。最後にですね、番組を見ていただいてます投資家の皆さん、株主の皆さんにメッセージを送っていただけますか。はい、こちらのカメラからお願いします、はい。本日、上場させていただきまして、まあ、まさに今やっと実感が湧いてきたところでございます。インバウンドテック、名前は訪日の外国人というふうにお感じになる方も多いと思いますけれども、まあ、在留の外国人あるいは生活のインフラとして、これからも大きくなっていきたいと思っております。ぜひ皆様、ご応援のほどよろしくお願いいたします。本日東証マザーズに新規上場しましたインバウンドテック、代表取締役社長執行役員トーマ大さんにおいでいただきました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。